はい、こんにちは、三原です。今回はバスケットの理論、ポジションビジョントークというお話をいたします。ポジションビジョントークというのはディフェンスの三原則と言われています。はい。で、チームでプレーする、チームでディフェンスするということがすごく大事なんですけれども、まあ、チームでやれとか、全員でやれとか、っていうような言葉は漠然としてるじゃないですか。だけれども、このポジション、ビジョン、トークというのを一つずつやっていくということが、チームプレーなんだよというのを教えてあげると、漠然としていなくて、非常に具体的に分かりやすくなると思います。一つ目のポジションというのは、これは立ち位置ですね。例えば、ボールを持っている人がいたらどこを守るかっていうと、基本はボールとリングを結んだ線の上を守るということになりますよね。ここを守るということです。これがまあ外れていて、極端に書けばですね、こういうところを守ってたらこれはやられちゃうわけですから、ちゃんとボールマンはボールとリング結んだ線をまずは守ると。はい。それからボールの隣の人、これはパスをですね、させないようにパスコースを守るというのが正しいポジション取り。これディナイって言いますよね。そしてボールの隣の隣、隣の隣は少し離して、ボールとマークマンを両方視野に入れられるような、そういったポジション。これピストルって言いますけども、ここがピストル。隣がディナイ。そしてボールマンと。いうことで、まずはその時その時自分の役割がボールについているのか、ボールの隣についているのか、そして隣の隣を守っているのかということによって、そのポジション、立ち位置ですね、立つ場所が変わるということです。なので、まずは一つ目、ポジショニングを大切にしましょうと。隣に、マークマンがボールの隣にいるのに、こういうところにいるんだったら、簡単にパスされてしまうと。それでは責任を果たしてないということになります。はい、これが一つ目です。はい、そして二つ目のビジョン。ビジョンというのは視野ですね。これは、ボールとマークマンを両方視野に入れましょうということになります。はい、例えばここにマークマンがいて、ボールがここにあるというふうにします。この時に、マークマンだけをこう見てると。いうような状況であれば、マークマンが動いたのには対応できると思いますけど、これが1対1で抜いてきた場合、カバーに行けません。ですよね。はい。で、逆にですね、このボールを持っていない選手が自分のマークマンから目を離して、こっちばっかり、ボールばっかり見てるということであれば、これドリブルで抜いていったのは対応できる、カバーできるかもしれませんが、自分のマークマンも、捨てちゃってますよね。自分のマークマン見失っちゃってますよね。だからこういうのは良くないと。ドリブルが来たらカバーにもいける。自分のマークマンが動いたらそれについてもいけるということで、この両方を視野に入れるということですね。ボールとマーク。ボールとマーク両方を視野に入れるということがビジョンということになります。どちらかを見失っても、その責任を果たせてないということです。はい。三つ目がトーク。これは喋ることですね。喋ることですね。はい、例えばボールを持っている人が守っています。そしてこちらの方にカバーディフェンス、ピストルの姿勢をとってます。無言でやってもポジショニングは OK、それからビジョンとしてもマークマンとボール両方見えているという状況だとしても、これを黙っていれば抜かれた瞬間にカバーがやっぱり遅れたりとかするわけですね。だから抜かれた瞬間にカバーって声をかけていいよって言ってあげる。そういうような声の連携でやっぱプレーを正確にしていくということも大事です。さらにはこの状況だったらもう1対1をここが始まる前にこっちが大きな声で、カバーいいよ、大丈夫だよ、カバーいいよ、抜かれてもいいよって言ってあげる。そうすると、あ、抜かれていいんだ、後ろにいるんだなっていうのがわかりますよね。声聞けば。そういうことで積極的にボールにアタックできるというようなことにもなります。なので、声をかけて喋るということ。どん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 声をかけて喋って、一歩早く対応するとか、より、丁寧に正確に対応するというために、声を出して喋るということが有効ということですね。最近は、高校生、中学生だと、なかなかね、日本全体的に声が出る子とか、自分でこう考えを言える子っていうのが少なくなってきたんじゃないかなっていうふうにちょっと感じています。だからこそ、逆にですね、
バスケットの一つの技術として、喋る、声を出すのは技術ということで取り組むと、それだけで大きな武器になるのがトークじゃないかなと思っています。はい、ポジショニング、立ち位置、ボールとマークマンを見失わないビジョン、そして喋って連携を高めるトークと、ポジション、ビジョン、トーク、この3つを三原則として、この3つができているかどうかをチェックすればチームとしてプレーできているかどうかのチェックになります。ただ漠然とチームでやろう、チームでディフェンスをしようということではなくて、このポジション、ビジョン、トークという3つの観点からチェックしていくと、より具体的なチームプレーが磨けるというお話になります。はい、このチャンネルではバスケットに関するお悩みを解決するような、そんな情報発信をしています。もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ください。感謝しています。ありがとうございます。三原学部でした。それではまた。